ついにラドンは太平洋沿岸に拡散。暴走沖に現れた新たな怪獣は東京湾を目指す。その頃、逃がし尾にはまた別の脅威が。記録したか、ユング。記録しました。どこもかしこも怪獣だらけか。でも新種が日本にしか登場しないのはなんでなんだ。インドにも新たな怪獣が出現しているようです。インド？これまで記録された怪獣とは別系統です。オリジナル怪獣と思われます。そんなニュース見てないぞ。検索します。該当するニュースは見つかりませんでした。夢でも見たか。そろそろ本格的にメンテしなきゃな。でも今は目の前のハリネズミからだ。わかりました。次回ゴジラ SP 第5話、早きこと風の